お疲れーす！ドラゴンでーす！いつもこのチャンネルをご覧いただき、ありがとうございます！今日はですね、領土戦をまた動画としてやっていきたいと、城壁平戦の動画を出していきたいなと思いますけど、前回の動画をまだ、ご覧いただいてない方は、ぜひとも、前回の動画を見てみてください。よろしくお願いします。で、今日はですね、前回の動画で駆使していた戦い方を使って、でそちらの方で特攻武将をねちょっと入れてって、ちょっとポイントの向上を狙っていこうかなと思って、でそれで動画にしていこうと思いました。で動画が、上がっているということはポイントがうまくいったというところなので、そこをね楽しみに見ていただけたらなと思います。もちろんね、スコアの方もね、狙っていきながら出していきながら頑張っていこうと思いますが、どんなパーティーで行くかというとですね、まあ僕は今回ガシャを引くことはできませんでしたね、あんまり。なので、それこそね、サムネにもあったように、このリハク、この、誰でももらえるリハクをですね、使って特攻ボーナスを稼いでいこうかなと思います。それで、上位経営戦で、どのぐらい、スコアが伸びるのか、そちらの方をね、検証していこうかなと思っております。はい。では、そんな感じでちょっとやっていこうかな。まあ、とりあえず、このリハクには、ちょっとね、被害軽減でもつけとこうか。それこそ星5なんでね、弱いからね、すぐ倒されちゃ困るんで、被害軽減でもつけときましょう。で、副官の万石を分けつけて、回避棒にも、副官つけて。で、回避棒の技能もね、一応変えてます。アドバイスがありましたので、回避棒の技能も変えてます。で、高装備は一応ね、今回は、攻撃速度アップでいこうかなと思ってます。で、回避棒ちゃんは、これでいきます。上位経営戦と、こうね。そうそうそう、個人技能必殺ゲージアップ連発って全く意味ないもんね。何してんのもねって感じだけど。まあ、視聴者さんからね、教えていただいたんで、ありがとうございます。それではね、始めていこうか。さあ、いつも通り左側フルボッコ大作戦で行きたいなと思います。このね方法はマジでいいよ。あーマジ最高、まあ、事故さえない限りほぼほぼノンストレスでいけるからね。スルスルっていける感じ、ね、さあで攻撃速度、ね、まあダブル高速流ダブル攻撃速度でもねいけますよーっていう声が多かったんですよね。なので今回はね、ダブル攻撃速度アップでいってます。それでも10いけるよ。それなら、もうやるしかないだろう。はい、ゲージが溜まったので、巻き込んで必殺撃ちますと。はい。で、これね、厄介なのが、右側の敵がね、左に飛び、ほら、こうやって寄ってくる場合があるんですよ。これが厄介、マジで。これで、一人の敵に集中できなくなるからね、ほんと厄介なんで寄ってくんじゃねえよって感じで、まあこんな感じでこういうふうにしてってゲージが溜まったら即に撃ちます。とりあえずね、この時は G をね溜め込んとかないか、 G の必殺をしっかり溜め込んとかないか。ゲージがもちもち溜まったね。そしたら回避棒溜まった、ね、これ回避棒打ちます。やっぱ攻撃力ちょっと上がっとうね。上位経線攻撃力アップの個人技をつけたさすが回避棒じゃん。さあ今んとこいいペース、今んとこ順調。こっから何かないか。でもちょっと待って、相手のゲージが上がりすぎとらん。結構ちょっと上がりすぎとるよ。やばいぞこれは、やばいぞ。さあ芯を攻撃せろ。溜まっとるぞ、溜まっとるぞ。もともとすんなよ。やばい、ワンパンできん。やばい、これはやばい、これはマジでやばい。これ次必殺来るやろ。あちゃー、やべ、きたひよった。これ失敗作や、完全に。これは失敗作や。しゃあない、しゃあない。失敗は成功のもとだ。失敗を繰り返してこそ強くなる。やばい、ちょっとテンパるだ。はい、もうこれは失敗です。次に、もう次に行きましょう。はい、
はい、もう次に行きました。で、今度はね、一応ね、盲点の G。G をフレンドで借りました。それでどうなるのか。まあ、回避死亡じゃねえや。高層には相変わらず、攻撃速度アップの技能をつけております。とりあえず G2 体体制やったらね、万が一の時に、指揮官を一発ワンパン KO できると思うんで。まあ、それこそ2体体制でいっとってもいいのかなと思いますね。これがの方がなんかいいかもしれん。案外回りやすいかもしれん。さあ。ゲージが溜まったので、とりあえず巻き込み必殺。OK。さあ。ここからよ。とにかく相手の必殺を出せないように。よし。さあ。いい感じだね。次の武将は誰かな、そういえば。次出てくるガチャの武将誰かな。まあ、それ次第で僕は引いていこうかなと思います。誰が出るかわからんけど。次のキャラ次第。興味があるキャラやったら引きます。はい、冷静に選んでいこう。さあ、お、今この感じはいい感じじゃね。うん、これはいい感じじゃね。よしよしよし、できたね。これで攻撃速度上げて、よしよしよし、巻き込め。開始棒で巻き込み。あ、銃撃ってしまった。まあいいや、まあいいや。とりあえず、G で消すとかでいいかもね。開始棒でワンパンできんかもしれない。おお !4 万4千も食らうって。それだとワンパンできて。しくったまあいいや。こういうのもあるでしょ。普通に。普通にミスとしてあるでしょ。やべえ、やべえ、撃たれたー。さあ、やろうがマジですぐさま引き続きてじゃねえよ。うわー、最後の最後で下手こいた。マジか、くそ。もっとスコア出せてたけど、おっ、マジか、14万いった。いいね、いいね、14万いったじゃないですか。これはいいでしょ。特攻ボーナスしっかりかかってますよ、これ。いいっすね。よし、もう一回行ってみよう。今度は失敗なしで。まあ、高尊竜、僕の高尊竜をね、ちょっと、移動封印の方にしましょう。うん。ちょっと安定感重視パーティーで行きたいなと思います。それでどうなのか。見ていこうか。もうね、敵に必殺で倒されるときはムカつくんすよ。なので、倒されたくない、あんまり。ぶっちゃけ。ほんと倒されたくないんだよ。さあ、いけ、頼め。まあ、リハークの特攻ボーナスいきましたね。今ので証明されましたよ、完全に。無課金の方でも、上位検査できるっていうことが証明されました。これは間違いない。しっかりとね、イベント特攻じゃねえか、イベントで落ちるこういう領土戦特攻とかを、やっぱり、とつらせるっていうのは大事ですね。イベントしっかり周回して。ごとつに持ってって、使えるようにする。まあ、ごとつって最低限。やっぱ。僕が出してた1秒チャレンジの動画とか見ていただいたら、わかると思うんですけど、それでもう、ごとつのキャラを作る。もうそれが一番いいと思います。無課金でもいける、絶対これ。うん。あ、まああと高尊竜は必須だな。やっぱりドラゴン必須だな。うん、マジで強えもん。高尊竜半端じゃないわ。めちゃくちゃ強い。ほんと使いやすい。もう今回改めて思った、ダブル高尊竜のこの威力ね。ダブル高尊竜僕初めてなので。そしたらもうこんなに簡単に上位経線をクリアできるのかと。それが衝撃です。
まあ、多分ね、このやり方ね、今後も使えると思います。普通に。なので僕、このやり方で初っ端からね、行こうかなと思ってます。左フルボッコ。名付けて左フルボッコで。左フルボッコ作戦。あざす。さあ。G で削って。坊ちゃん。よしよしよし。もう石橋を立てて渡りますよ。しっかり必殺特攻、必殺ボーナスもらいたいんで。僕はもう確実に行きます。確実に。さあ、来た。いい感じやね。よし。いいでしょう。はい。という感じで今回は、リハーク。特攻のリハークを使えば、ポイントが上がるのかどうか検証。結論、上がります。はい。というところで、この動画が少しでもいいなと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価、励みになりますので、よろしくお願いします。それではこんな感じで、領土戦、引き続き頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。